はい。何や。何？ちょっと。何どん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 。どんどんって。なんで開けてくれんとね。開けてくれんとね。鍵持ってるやん。鍵持っとるけど。いっぱい荷物は持ってきたきりがどんどんしょったった。分かるぞ、だいたい。なんでそんな荷物もん。だいたいどんどんしょっとなんでしょ。平気な顔して座っとっと。いや見てんねんもん、だって今。たけ。ひろちゃん、ひろちゃんって呼び寄ったでからさ、聞こえたのか。全然聞こえん。一人で股間荷物抱えて帰ってきたのに、扉。ドア開けてくれるからしてやってもよかろうたい。別に置いて、開けたらええやん。だから置いて開けたで、置いて開けるのがめんどくさかったけど、もう今あんたに開けてもらおうと思ってどんどんしたったら結局もう置いて開けました。言ってよ、どんどんすんの。どんどんすんのってあんたが開けてくれんけんたい。言うとったってから、たくさん荷物持って帰ってくるけん扉開けてって。え、言ってた？ LINE もした。見てへんよ、それ。大体あんたが昨日車の中に忘れた野球のバッグも下ろしてやっとったぞ、あんたの。それはありがとう。それはありがとう。大変だったもん。イライラすんなよ、そんな。イライラすんなで、もうすぐお母さん帰ってくる時間で、だいどん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 しおるってことは、なんかたくさん買い物してきたんかなとかさ、荷物持っとるんかなとか、考えば分かると、初めてじゃないの。この間さ、スーパーで買い物してさ、大量に荷物持って、ペットボトルとかさ、重か荷物とか、ね、トイレットペーパーとかティッシュ買ってきた時もさ、一回こうやって言ったの、どんどんしとるけん、開けてて。よかったって。はぁ、もう成長せんね、あんたは。うっさいな。チャンネル登録、よろしくねー。